こんにちは、ゴルフスイングコンサルタントの吉田博一郎です。今回はアプローチのボールの見方についてご紹介をしたいと思います。よくアプローチでずっとボールを見て、とにかくインパクトに集中して打つと、このようにね、気をつけている方多いんですけれども、このボールを見るという行為自体はショットからパットに至るまでそれほど重要なことじゃないんですね。インパクトを見て打つということで、何か打点が安定するとかインパクトが質が良くなるってことはあまりないです。プロゴルファーも本当ボールは漠然としてなんとなくで見てる方が多いですね。むしろボールを見過ぎてしまうとインパクトが点になってしまう、打ちたくなってしまうということがありますので、あんまり集中して見る必要がないのかなと思います。ですからボールを見てないからミスショットをしてしまったんじゃないかというような同伴競技者のアドバイス、これはあまり当てにならないということなので、今度からあまり気にしないようにしてもらっていいんじゃないかなと思います。むしろこのボールは見なくても打てるんですね。ボールを見ないで打つということもできます。もちろん目をつぶってこのようにボールを打つこともできますし、全然目標方向を見ながらアプローチをするということだって実はできるんですね。これはもうストローク軌道がしっかりしている、打ち方が確立していれば問題なくできることなんです。むしろボールを見過ぎてしまうことで手で打ちに行くとか、インパクトゾーンが点になるといった弊害が出やすいということがあります。あとは体も起き上がらないですね。目標方向に回転しなくなってしまうということがありますので、そのままボールを見ようということはあまり良くないわけなんです。ですから今回はあえてそのようなボールを見なきゃいけないという強迫観念を脱するということが大事だということで、ボールを見ないで打つ練習をしたいと思います。具体的には目標方向を見ます。目標方向を見たままボールを打つということなんですね。目標方向を見ているということで、インパクトでは何が起こっているのかわからないですね。インパクトを点にするということができません。あくまでもゾーンで捉えるということしかできなくなるわけなんです。そして目標方向に首を回転させていると体回しやすいです。このようにスッと体が回っていくということがあります。ですからフォロースルーが出やすくなります。体を回転しやすくなるということで、非常にスムーズなスイングになるということなんですね。あとは目標方向に対して顔を向けていく、目が目標と正対するような形になりますから、より自然なんですね。本来人間は目標を見ながらボールを投げる、野球にしても目標を見ながら投げます。バスケットもそうです。ゴルフだけですね、下向いたままボールを打つというのはゴルフぐらいしかないんです。ですからターゲットスポーツでは当たり前の目標を見ながら体を動かしていくということ、これを行うことでよりスムーズな動きになってくるということになります。この練習を行うときに気をつけていただきたいのは、とにかくフォロースルーをイメージするということですね。目からの情報、目標に対してのこれぐらいの距離かなというところがイメージできると思うんですけれども、それに対してフォロースルーをどれだけ出していくのか、これを気をつけてください。よくバックスイングが大きくなってインパクトで緩んでフォロースルーが小さい方がいるんですけれども、このようにふーっと力が抜けてしまうとインパクトが緩んでしまいます。むしろフォロースルーの方を大きくする、バックスイングを小さくしてフォロースルーを大きくするように、目標を見ながらバックスイングを小さくしてフォロースルーをしっかり出す、ここでイメージを出す。右手だけで素振りをしたらこのようにフォローの勢いですよね。インパクトからフォローの勢いで距離感を出していくと思います。決してバックスイングを大きく上げてヒュッとここで止めるというような距離感の出し方しないと思います。このように目標を見ながら振り幅、そして目からの情報をしっかりと伝えるということを行っていただきたいと思います。目標方向を見ながらアプローチを打つことで、人間本来の距離感がしっかりと出るようになってきます。目からの情報を体に伝える、ハンドアイコーディネーションと言いますけれども、それをしっかり養って、振り幅も適切にして距離感をしっかり養っていただきたいと思います。